大成功でした。ありがとうございます。監督からスタートだというふうに言われてどんなふうに思いました？緊張したところはあったんですけど勝ててよかったです。第1セットの入りナイスサーブでした。ありがとうございます。そしてナイスブロック、持ち味が出ました。もっともっとチームに貢献できるように得意なブロックで貢献したいと思っているので、今日の結果に満足せずに頑張りたいと思います。1次ラウンド残り2試合、報告お願いします。明後日また試合があるので、たくさんの応援がすごい力になっているので、あと2戦横浜応援をよろしくお願いします。ありがとうございました。皆さんありがとうございました。そして長岡選手です。ナイスゲームでした。ありがとうございました。試合の最初からということでどんな風に思いました？なかなかリズムが来ず苦しい展開だったんですけど、苦しいというかなかなか自分たちのテンポがつかみづらかったんですけど、最終的にいい形に持っていけたので良かったです。アタックにサーブにそしてブロックにいいプレーが出ましたね。ありがとうございます。さて横浜であと2試合です。抱負お願いします。監督もおっしゃったように結果にこだわってしっかりと全員で束になって頑張りたいと思います。ありがとうございました。以上、日本代表勝ちました。監督の質問でした。さあ本日の試合結果、メキシコ対日本の戦い、ストレートで勝利しました。全て15対25、点差をつけての各セット3セット取った日本がストレートでメキシコを下しました。サポート上では勝利のフォトセッション、記念撮影が行われています。